皆様こんにちは、山芋です。こんにちは。お知らせですね、バージョン69はちょっともう分かりません。でこちらの新しく来てた方ですね、これコメントでもいただいてたんですけども、把握一応私の中ではしたつもりですが、5月の22日なんでまだ先なんですよね。で、まあ今までなんか違いがあるけど一緒のカテゴリーとして図鑑に埋まってたやつを分けますよと言ってるということですよね。でこう見るとシェフの帽子、このレアと通常は現状維持って書いてるので、おそらくこれからね、ああいうポケモンでいう色違いみたいな、こうキラキラみたいなやつは図鑑には入れないよと、まあ、これからもこれ多分お試しでやってみたらなんか何やその中に違ったのかシェフ以外出てこないんですけど岩のレアがない、岩のレアないねない、でだからここに乗るのって基本岩あんまないよねテーマパークもね、これ多分私全部持ってると思うんですけど、結構集まってきてるんで、お出かけをいっぱいしてるんで、道端もありがたいですね。自分で緑と青と黄色がちゃんといるかっていうのを把握するの結構めんどくさかったんですよ。でウィンターシールもね、一応ねこれ多めに置いてるんですね。交換機能とか来るかなとかいろいろ考えてちょっと多めに残してるんですけど、もうねここら辺ね、道端は無課金の人は返してる恐れがあるからね。そう、今返してるって言ってないんだけど、返しちゃうと乗らないみたいなこと書いてたんだよね。で、まあ素直に花札は嬉しいですね。揃ってないです私、3つ今いないんですけど、復刻は来るって言ってるので普通に嬉しいな、嬉しい。しかもちゃんとね花札の正式なお名前を書いてくださってるのはちょっといいですね。で背景が黄色かどうかの話ですよね、これね。めっちゃ分かりにくかったから、やっぱちゃんとね記載してくださったと。ただまあね、開業の仕方とかこの星のね、この点々の 1,2,3 がちょっと微妙なんですけど、ピクミンピクミンって書いてるんだけど、このピクミンの後のこの空白とこの点々が何なんだろうっていうね。ちょっと私日本でしか生活してこなかったんで、これがどういう意味があるのかちょっとわからないんですけど、これは今までと一緒だっていうことだと思うんですけど、ここのねカテゴリー内に複数のデコのバリエーションがある場合、すべてのデコのバリエーションが登録済みの場合のみカテゴリーアイコンが黄色になりました。これ道端とかのことだと思うんだよね。そうですよね。だから今まで通りということでいいんだろうか。こうやって細かい記載をちゃんとしてこなかったからしましたよっていうことなんだろうか、ちょっとわからないですね。でこういう系私あんまり動画しないんですけど、ちょっとコメントにあったんで、いや一応私も把握していますよということで今動画を作ってるんですけども、このね文章を深く読み取れないので、いざ始まってみたら書いてあることと違ったりするから、まあ、始まってからまたねお話ししたいと思います。で私の、まあ、デコピクミン状態ね、前から変わってなくて、まあ、こんな感じなんですけども、美術館のね赤だけがまだいなくて、砂浜はこの前両方ゲットしてるので、またいつかね帰ってくると思います。な感じかな。動画にねしてないんですけども、お天気も揃ってるんですよね。ここら辺も揃ってると、だいぶねもう動画にしてなくて撮ってないんですけども、揃ってないですな感じなんで、これがねここか、このテーマパークとかが細分化されると、なんかもうちょっとなんかね見やすくというか、こう押したらこの子たちの特徴とか書いてあるといいですよね。せっかくブログに豆知識とか書いてくださってたからね、最初の実装日とかね書いてくれたりとかね、これはこういう意図で作ったんだよとか書いてくれてもねいいんじゃないかなって思うんだけど、もったいないよねせっかくのこの図鑑ね。で私はただ自分がベラベラ喋るだけのために動画を作ったんではなくてですね、私今このね花札が、まあ、3体足りないんですね。で花札って6種類あるよね、1匹に対して6種類いらっしゃいますよね。はい、それをねこんな感じで多分お題で出すんでしょうね。出すと思うよ、ここまでこういうの続いてるから。ショップでこういう感じで、まあお題としてなんか500コインとかで出されるときつい。結構6択で1個狙うって厳しいと思うんですよ。私これ多分500コインだったら切れると思う。3000、同じ3000課金してもさ、まあ、6回も課金して3000かかってやっと揃ったよとかじゃなくて、なんか100円でもう30回やってやっと揃ったよの3000円の方がちょっと面白いじゃん、いいじゃん、お得感もあるじゃん、揃えようっていう気にもなるやん。6択やで、だって500
コインはやめてほしい。これはあの500コインやめてほしいっていう気持ちの動画です。さすがにね、靴付きとかで出さないと。でも復刻高いんだよね、今までのことを考えると。復刻500出してくる。でもあれは一択だもんね、買えば絶対に揃うんだもんね。だったら花札だけは100コインにしてほしいよね。ね、でもあの時苦労して揃えた人は500の方がいい。いやでもウィークリーチャレンジだったもんね、あの時。ウィークリーの代わりチケットは100コイン。そうだよね。だったらまあね、いつか花札来た時はお代のお金100円にしてほしいよね。っていうのを今あの私の怨念をね、ここで喋っておこうかなと。別に運営さんは私の動画見ない、私認知されてないのでなのであの私の希望を神様に今こうやってね、言葉にして動画として残してるわけですね。はい。でもまあ細分化はいいと思うな。ただまあそのお金をかけてなんかやるゲームみたいになってきてる空気感が出てるから、ちょっとレアシェフみたいな感じのレアを増やしてもらえると、普段の生活からもレア出るかなっていうワクワク感が持ってるので、絶対にね出るとかじゃなくていいんで、四つ葉以上に出なくていいわけでしょ、レアだから。ポケモンの色違いだって全然出ないし、常駐してるやつにレアを増やしてもらえると日常生活に彩りが出ますよね。はい。まあピクミン上限がねあれなんですけど。で私も知らなかったんだけど、まあ無課金の人とか、まあ、ピクミン上限を増やしてない方はゲットした後にもうリリースしてる、図鑑が埋まったからもういいかなと思ってリリースしてる人が多いっていうのを聞いて、花札とかだとね圧迫するから、一応あのお気に入りの柄だけ残してやめてしまってるっていう方が多いっていうのも伺って、だからそういうのでね、図鑑に今持ってないやつ3月28日までにのに返してしまっていた場合は図鑑に載らないと記載されているので、もうつい最近じゃないですか、ゆうたって。花札はとっくに終わってるので、改めて仲間にしなきゃいけないっていうのもねちょっとかわいそうだし、これはちょっとツイッターのリプランとかインリツとか見たら結構そうだよねって、皆さんお辛いよねっていうのをちょっと思いましたね。私はピクミン上限をマックスまで上げて、まあ保有できるだけ保有してるけど、保有できない人はねやっぱ図鑑乗ったら返すっていうの、そうだよねって改めて思いましたね。ちょっとね、だから一回出たやつを高額で出すのだけはやめてほしいなと思いました。ケチなんで。いやでもピクミン上限本当に上げてもらわないと、ほら岩ピクミン一番今まで引っこ抜いた回数少ないからね。まあでも現状今結構いるかな岩増えてきてるけど、やっぱ赤き青は1000歩でね生まれるので、まあ、花びら10枚ゲットしてからのに返そうかなみたいなね感じで、まあ、育てまくってはいる。苗を一応育ててたりとかはするんですよね私。何が正解なのかちょっとわからない。のに返すのがやっぱり精神的にかわいそうだから苗を拾うけど苗を捨てるっていう人と、もう苗すらも拾わないっていう人で、私みたいに花びら欲しいしなとか思って育ててのに返すパターンとね、まあ3つ分かれると思うんですけど、あんなにのに返すの嫌って言ってたくせに山芋は花びら欲しさにのに返しているっていう今矛盾が生じてて、多分ね私のことをイラってしてる人も多いと思うんですけど、ごめんなさい。コメントでねおっしゃってくださったんですよ、のに返したピクミンはあなたのそばにいますよ、それ信じます、ずっとそばにいるよ。ありがとうありがとうございます。はい、ということでご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。みゆみゆさん、いつもギフトありがとうございます。嬉しいです。おかわりいっぱいしまくってスペシャルエキスいっぱいゲットしたいと思います。ありがとうございます。
Break up and make up, get down and get up. Break up and make up.